皆さんの大好きな岩田光雄兄さんのファンクラブが新しくできました。ファンクラブの名前は岩田光雄ファンクラブ兄貴です。皆さん早く覚えましょうね。岩田光雄ファンクラブ兄貴では今会員を大募集しています。男の子も男の子もみんな仲良く入会しましょうね。今入会すると漏れなく岩田光雄さんととっても仲良しの山崎匠お兄さんの生写真がついてます。それでは皆さん岩田光雄お兄さんの登場です。兄貴でーす。もう採用って感じ。ゲスゲスよそれは。ねえでもさ、うん、お兄ちゃんって本当はファンクラブないんだよね。ないないない。なんでなんで？天下の岩田光雄さんともあるお方が。いやいやあのね、うん、いやあのこれはさちょっと真面目なんだけど、うん、俺的にはねやっぱちゃんとしたその運営がねあのきちんとできないと逆にファンのみんなにほら迷惑がかかっちゃうからね。だからやらないでいるんだけど、まあ、だからちゃんと運営できる子がいたらねその子に任せられる子がそういう任せられる子がいたらやってもいいなとは思ってるんだけどさ。うん、むやみやらない。え私、うん、そうそう時給いくら。ほんとね382円は出そう。あちょっと引かれるな。ほんとうん、もし宮野にも、うん、そのファンクラブできるような身分になった場合、兄ちゃんは私のファンクラブのそういうきちっとした運営やってくれる？あ、時給か。393円は出しました。1円の節光かよ、お前。なんかね、ギブアンドテイクって感じでいいかもしれないけど、いいかもしれないね。そうさ、宮村がさ、うん、あのファンクラブ作ったら、うんうん、あの宮村有効ファンクラブアウーとかにすればいいじゃん。ファンクラブアウー。そうそうアウー。どうよ。いいじゃん。アウーとかさ、アウーとかさ、アウーとかさ、それでアウーとかどうよ。なんか違うもんだぞ。この番組はビクターエンターテインメントとビクター音楽出版の提供でお送りします。遠くから見つめてるの知らん顔。ラジメーション気まぐれオレンジロードオリジナル主題歌今宵ランデブー CD シングル好評発売中。このときめきは忘れない。オープニングテーマドンビーゾーさんはもう聞いてくれましたか。すいません私嘘をついておりました。僕のマリーオリジナルサウンドトラック僕マリーラジオアタックドンドンパンパンシャンシャンシャンはドンビーゾーさん他盛りだくさんの内容で好評発売中。よろしく。改めましてこんばんは。お兄ちゃんこと岩田光雄です。宮村こと宮村優子です。はい、ということで兄さん、はい、早速リスナーからのハガキをご紹介しましょう。 OK 早速砕き文句の廃棄からいってみよう、うん。これはですね男性から女性への砕き文句でございます。ワク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 。1枚目これはですね東京都八王子市の、ペンネーム赤石水星さんからです。僕が一つだけできないことは君を嫌いになることさ。ああもう私こういうの弱いっす。これちょっとポイント高いよね。かっこいいじゃん。かっこいい。さすがわしゃ。わしゃ。アズナブルかいこれ。アズナブルからやってきましたね。あなるほどね。ありがとうアズナブル。結構イケてるぜアズナブル。いやいやいや。はいじゃあ今度は女性から男性の口説文句をお便りを紹介しましょう。はい。栃木県塩谷郡ネーム関津ゆかりさん。今の私があるのはあなたがいたからこそで、あなたなしでは今の私は私でなかったかもしれません。 PS 芝居告知もっとやってくださいね。あ、それって俺のことじゃないか。これさ、
俺の口説きじゃん、それ、ねうん、3年間温めてきた思いを岩田光雄さんへ愛と感謝を込めてというふうにしっかりとお兄ちゃんでに来てます。手放し状態で踊ってるここまで喜ばれて、うん、キッキボゆかりさん、はい、よかったですね。ゆかりちゃん、ありがとう。うわ、いいのかな。さて、次はエヴァペイの押しかけ恋愛相談です。あ、今回は先週の、恋愛経験豊富な人のところですね、私今やってるラジオにですね、キュアティの押しかけ恋愛相談というコーナーがありまして、それをですね、ちょっと関さんにあの相談に乗ってほしいということでございます。聞かれても困るよこれ。そんなこと言ってもどんどん進めてしまいますが、手紙がですね、この沖ガラスのペンネーム銀平ちゃんという人がですね、現在付き合っている男性がいるにもかかわらず、うん、昔付き合ってた男性にまた付き合ってほしいと言われ、うん、二人とも好きなため心が揺れているという、まあ、こういうことなんですよ。どうなんでしょうか、こういう女の子ね。二人とも好きならば、二人とも付き合えば、またかけていいんじゃない。オッケー、僕その心境とってもわかります。でも本当嬉しいですよ、関さんこうやって入ってですね、本当に。何どうしたの。もう巻きが入ってる。巻きが、なんでもっと関さんと喋らせてよ。いやあ、やっぱ関さんでしょ。お兄ちゃん、久しぶりに関さんに会ってどうだった。なんていうのかな、やっぱり黄金の岩石コンビは今でも不滅でございますって感じかな。はいはい、それでは次はドラマの時間です。来週は口づけの判例をお聞きください。あれ、気まぐれオレンジロードオリジナル。逮捕しちゃうぞ、牧草署の小早川美雪です。ドライバーの皆さん、安全運転を心がけてますか。ところで安全運転のお供に逮捕しちゃうぞのオリジナルサウンドトラックはいかが。ドラマと新曲を収録したおまけ CD シングル付きで12月16日発売、よろしくね。あの明らか7年、大友克洋の劇場新作メモリーズ、96年新春全国松竹洋画系ロードショー公開決定。ミニアルバム4 Pieces of Memories 12月16日発売。オリジナルモーションピクチャーサウンドトラック1月1日発売。ジャンプコミックス気まぐれオレンジロードオリジナル。胸の奥で微笑んじ
許せないですな、これは。静粛に。罪状認否の妨げをした者は退廷させます。よろしいでしょうか、裁判長。続けても。うむ。小松に貼った国民は静粛に。またまた真面目な声出しちゃっても、そのエッチな顔は変わんないんだから。ね、何これ、また俺をはめようっての。いい加減にしたまえ検察官。続けて。あ、では続けます。同時被告人春日京介は。なんだよ被告って。シャーン。被害者女性を深夜に至るまで引き回し、帰宅の意思を伝えた同被害者を無理に路上に引き止め、どこ行くんだよ相川。ほら危ない。ちょっと春日君、抱きつかないで。相川、まさかあの時のこと。強引に唇を奪い捨てしめたものであります。静粛に。裁判長。何ですか弁護人。マナミ、俺を弁護してくれんのか。被告はその肝の小ささ、優柔不断さからして、とてもそのような大胆な犯罪を犯せたとは思えません。何？よって被告人の無罪を主張します。被告人、それでよろしいのですか。あくまで無罪を主張するのですね。俺は強引に唇を奪うなんて、そんなことはしてないというのですか。お兄ちゃんにできるわけないじゃない。いやいや、ちょっと待って、俺もよく覚えてないんだよ。ただあの日は、あの夜は小松の家に寄って、思いがけず遅くなったんだ。たまにはいいだろ、気合よ。やめてよ、そんなつもりないんだから。あ、ゆか一緒にいるの誰だ。しばらく見ないうちに綺麗になっちまってさ。本当だぜ。ありがとう。昔の話でもしようぜ。まあ、あいにく私は昔話は卒業したのよ。いいのかそんなこと言って。あら、遅かったじゃない。俺なんだこいつ。わかる、待ち合わせってわけ。手どかしてくれない。あゆかは。いいのいいの、行きましょう。随分かわいこぶってるじゃねえかよ。昔とは早らい違いだな。そんな坊や連れて歩いてよ。坊やだ。気にしないの。せいぜい気をつけろよ坊主。その女はな、お前なんかが相手にできるような棚じゃないんだぜ。ふざけんな、失礼だろ。謝れよ、相川に謝れ。春日君、もういいってば。行こうよ。ちっともよくなんかないよ。あんなこと言われて腹が立たないのかい。言いたいことは春日君が言ってくれたよ。それに言われて仕方ないこともあるしさ。そう言われれば、俺は鮎川の昔のことなんて何も知らない。昔のことは昔のこと、そう割り切れない気持ちがどっかにあったのかもしれない。ごめんね、勝手に連れにしちゃって。いや、静かな店だね。すごいシックっていうか、なんか高そう。気にしないでよ、おごるから。ご注文。あら、まどか、久しぶり。私も最近はバカブでバイトだもん、ちょくちょく来れないよ。そっか。珍しいの連れてんのね。友達よ、学校の。いけないんだ、そんな坊やたぶらかして。俺は坊やじゃありません。鮎川と同い年だし。じゃあ坊やじゃない、あんまりいじめないでよ。はいはい。まどかはいつもですね。坊やジュース。俺もお酒でいいです。ここカクテルだけなんだけど、何がいいの。え、カクテル。うん、私と同じのでいいわね、春日君。あ、うん。はーい。まどかも随分可愛くなっちゃって。どうしたの、
なんか今日の春日君変よ。イラついてるみたい。そんなことないよ。ただ鮎川は大人だと思う。こんな店に座ってても似合うし、大人の友達も多いみたいだ。鮎川って俺の知らない世界ばかり知ってるんだなと思うと、なんだかひどく自分が場違いに思えて、いつしか俺は何度もカクテルをおかわりしていた。はーい、もっとおかわり。春日くん、そんなに飲んで大丈夫？お月様が三つに見えちゃったりするのってさ、幸せかな。春日くん、もう大丈夫なの？大丈夫。こんなになるまで飲んで、何が気に入らなかったのよ。俺は飲んでなんかいないでしょ。中学生でね、酒飲むようなやつは。了解。はいはい。俺はさ、なんか偉そうでさ、大人食ってるだけの不良なんてさ、嫌いなんだからさ。だったら私も春日君から見れば不良なんじゃない？いいの？え？どこ行くんだよ、鮎川。やだ、足元気をつけてよ。うわー、ほら危ない。春日君、抱きつかないで。鮎川、違うよ。え？鮎川は不良なんかとは違うよ。なるほど、強引に唇を奪ったわけか。こら小松、何聞いてたんだよ。バシンって言ったろ。未遂だよ未遂。まあまあ、やっぱりお兄さんはキスなんかできっこなかったわけね。しかし未遂でも仕掛けたことは事実です。問題は被告人がどのような意識でそれをしたかではないでしょうか。どのような意識って。証人を招きます、こちらに。はい。あれ、ここってもしかしてダーリンの夢の中？ダーリンの夢に出ちゃうなんて幸せ。ヒカルちゃん、まだ。あなたの知っていることを話してください。罪隠さず。はい、あのですね、夕べからまどかさんの様子が変なんですよ。変ってどんな風に？なんかぼーっとしていて何にも話してくれなくて、きっとよっぽどのことがあったに違いないです。つまり昨夜のことで鮎川まどかは大変なショックを受けているということですな。それに対して被告人は声をかけたりしたんですか？だってなんて言えばいいんですか？素直な気持ちよ。どうして自分があんなことをしてしまったのか。どうして？そりゃだって、酔ってたし、本当はあんなことするつもりなかったけど、あの時やったことや言ったことは全部 お酒のせいで。ひどい。ひどいな。ひどいわ、お兄ちゃん。だってね、はるかさんはあんなに悩んでるのに全部お酒のせいにしちゃうんですか？ダーリンは酔ったはずみであんなことができちゃうんですか？だってお聞きになりましたか皆さん。やはり被告人は全く反省もしていない。たとえ未遂に終わったとはいえ、同情の余地はありません。待ってください、今のはお兄ちゃんの本当の気持ちじゃないはずです。そうでしょお兄ちゃん。双方の話は分かった。ではこれより判決を申し渡す。待ってくれよ。いや、俺だって悪いことしたと思ってるよ。思ってる。判決は、鮎川、鮎川、待ってくれよ。鮎川。しつこいね、本当。ヒカルと昼飯じゃないの？話を聞いてくれよ。どんな話？笑える話だといいけどね。昨夜のことなんだけど、
酔った弾みでしょ全部。あ、いや春日君ってああいうこと気軽にできるんだ。ちょっと見損なったな。じゃあね。あの時酔っててよく覚えてないけど、でもこれだけは間違いない。俺鮎川じゃなきゃあんなことしないよ。うまいな。嘘じゃない。じゃあ上場酌量につき実刑はなしってことにしとこっかな。よかった。もう二度と笑ってくれないんじゃないかって。ん？上場とか実刑とかなんで。さあ知ってるわけないよな。何の話？オリジナル CD シネマ1優柔不断でごめんなさい全4話入りプラスボーナスドラマ気まぐれパラダイス、そしてオープニングテーマ今宵ランデブー、エンディングテーマ真剣にモットーを聞いて愛を語り合いたい。え、私でいいの？兄ちゃん、もじもじ前からもしやと。だからおめえじゃねえよ。気まぐれオレンジロードオリジナル CD シネマ1好評発売中。私、恋する乙女、タオリ。今度、天才グラ少女学院にとっても素敵な先生がやってきたの。ああ、でもその先生の正体は美少女遊撃隊バトルスキッパー第2巻、今夜はハートエイク。私たちの歌が入ったオリジナルサウンドトラック、好評発売中。今日の、あう。愛知県生郡、ペンネーム。諸星あたるさん。ある日の定食セット、きしめん定食、にくりのコロッケかきフライ付き550円、ざるそば定食、刺身かきフライ付き600円、味噌煮込み定食、卵きんぴらごぼう付き650円。カキフライは食べたいけどきしめん食べたいし、味噌煮込みしたかったよ。これを選ぶのに30分かかりました。Thank you.
裁判長だな。裁判長、ええ、裁を解けると番長。番長の気がついた。あ、悪いだよ番長。おう、番長って呼ぶのはいいから。お前かっこ悪いだろうよ。兄さん、なんか本当に番長ドラマよくわかんないな。おかしい。番組ではですね、口説き文句、押しかけ恋愛相談、優柔不断無料断言する今日のあるほか、番組で取り上げてほしい企画や感想などガンガンお便り応募しております。はい、宛先は郵便番号 552-01 ラジオ大阪気まぐれオレンジロード宛て、それぞれのコーナーまでお便りをガン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 お待ちしております。いやいや、なんだそりゃ。口説き文句には必ずあなたの恋愛体験か憧れる人に向けたメッセージを、恋愛相談には誰に何を相談して聞いたら欲しいかを必ず書いてくださいね。はい、それではですね、ここで松本泉先生のテレホンカードプレゼントの当選者発表です。パパパ、まずはですね、新潟県長岡市の佐藤優香子ちゃん、おめでとう。長崎県佐世保市の野中武志くん、おめでとう。三重県四日市市のペンネーム野本ケツはでかいさん、おめでとうございます。大阪府大阪市青木藤雄さん、おめでとうございます。埼玉県越谷市清水和弘さん、おめでとうございます。他15名の方。はい、他の方はですね、商品の発送をもって返させていただきます。これ言ってみたかったんだ。すごい、ラジオみたい、ラジオみたい。ラジオだぞこれは。いつものラジオポッドクだからね。あ、終わりかい。よし、それでは最後に来週の仕掛けね、そのハゲキをお前どっちがやるか、じゃんけんで、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、ほら、あれ、あれ、え、負け入ってるよ、おい、あれ、あれ、じゃあ今度の冷蔵でなんですね。おー、マジかマジか。じゃあもう、みんな、来週までバイバエンターテインメントとビクター音楽出版の提供でお送りいたしました。